公演楽しんでもらえましたか？来てくださってありがとうございました。ランカスターで？ゼロゼロのライブ？ユーカたちの出身の星じゃん。救世公園、私たちの公園、嘘。せーの、行くぞ！ AKB0048この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。私たちの夢が生まれたランカスター。さよならも言えず、大切な場所と別れて、パパの反対を押し切って飛び出したランカスターで、あの場所からまた始まるんだ。ではライブの流れを説明します。ライブは二部制、一部が研究生公演で、二部が襲名メンバーによる本公演。無理。ヨコと同じステージに僕が。よかったわね、メグ。セットリストを発表するわ。一曲目、大声ダイヤモンド。続いて二曲目、言い訳ネイビー。三曲目、渚のチェリー。渚のチェリーやるんだ。うん、この曲は新時代のセンターナンバーが代々抜擢されて歌ってきた。ゼロゼロナンバーでも数少ないソロ曲よ。かなたさんがチェリーかな。だよね。歌うのは元宮渚。私チエリと鈴子、誠はバックダンサーに入ってちょうだい。待ってください、私できません。ソロなんて歌も上手くないですし、みんなのがずっと。これは決定事項よ。わかりました。羨ましくないの？まあ全然羨ましくないって言ったら嘘になりますけど、でも私はずっと襲名もできてないし。あ、でももうそこは悩んでないです。下の子に先行かれるのは慣れてるっていうか。そうじゃなくて、そう、頑張ってる仲間が認められていくのは嬉しいです。はい。やっぱキャプテンだね。え、思いっきりやんなよ。うちがちゃんと護衛するからさ。高見菜さんが私たちの護衛を？でも体は？ライブまでにはきっちり直すって。研究生公演では、あんたがキャプテンとしてちゃんと立つんだよ。オリジナルの高橋みなみさんみたいにね。はい。
カスターでライブか。工場のおばさんたち見に来てくれるかな。あ、でも恥ずかしいから来てもらわない方が。あ、でもやっぱり。お、請願メール来たよ。お、誰に来た。どれどれ。あ、また私。ゆうかのご両親よく手紙くれるよね。もうただのミーハーだからさ、あの人たち。ゆうことこじはるは仲いいのかとか、ゆきりんはトイレ行くのかとか。あ、もう一つ。守る。お、お待ちかねの。あ、ただの友達。どれどれ。あ、ランカスターでライブが開かれると聞いた。だけど俺はって、まこと。俺はお前に戻ってきてほしくない。あ、ゆうか。あちゃ、一番見てほしい人に全く望まれていないライブか。どうしてソロが私なんだろう。渚のチェリーはもっとキラキラな曲なの。初恋のキュンキュン感を出さないと。あ、はい。渚は前もずっと向いてるからわかんないよね。チェリーさん、あなたが歌ってる間も孫ついてる間もずっと私たち踊ってるんだよ。ごめん。ゆうか、何ぼーっとしてんの。そなたもだよ。ここは遊び場じゃないんだから。そなた遊んでないもん。かなた、それは言い過ぎ。みんな頑張ってますわ。高みなさんたちが護衛してくれるんだよ。格好悪いとこ見せらんないでしょ。キモ。何でもかんでも高みなさん高みなさんって気持ち悪い。ゆうか、かなた、ゆうかも落ち着いて。翼さん、やめとけってば。ゆうこ、エスカードラプルの新曲ができたって本当ですか。運営のスタッフが噂してるの聞いたんです。しかもその曲は研究生のためのものだって。すごい。最後の先端の場、13代目あっちゃんが消えてからズルズルに新曲はなかったのに。セットリストが形になってからと思ってたけど、ここで発表しましょう。研究生公演アンコール曲は00にとって久しぶりの新曲。曲名は夢は何度も生まれ変わる。夢は何度も生まれ変わる。夜の空、輝く星は何億光年の彼方。たとえ深い絶望が無限の闇となっても、真実は伝わるんだ。時間の川に託したその光のメッセージ、受け取る者は誰だい。翼さん、なぜ私たちの曲じゃないんですか。これはエスクアドラプルが彼女たちに触発されて生まれた曲よ。エスクアドラプルが。その決定は私たちには覆せないわ。それに彼女たちにはエスクアドラプルを動かす力があったということ。私たちもこの曲練習するよ。え、ゆうこ、メイン公演でも歌うよ。なんかゆうこさんらしくないですよ。私らしいって普段の私らしいってこと？それとも九代目大島優子らしいってこと？優子さん。まあどっちでもいいや。どっちでも同じ。どっちも私だから。
優子。優子さん。一度休憩にしましょう。でも気持ちを切り替えることも重要よ。それにただでさえこのライブには大きな試練が待ち構えているのだから。エスクワトラプルってそんなにすごい人だったんだ。ケッチンボー、もっといっぱい新曲作ってくれればいいのに。そうですわね。それなら優子さんもあんな風には言わないでしょうね。反対、そんなに新曲あったら覚えるの大変だよ。今でさえ00には数百曲以上の持ち歌があるのに。うわぁ、練習しないと。大丈夫だよ、仏像なんてあんま見てる人いないから。なーにー、いたらららら、仏像の祟りだ。ようこ。メグ、ちょっとちょうだい。うわぁ、関節キスでおまじない。え、僕頑張るからね。襲名メンバーに負けない公演をきっとしてみせるよ。うん、わかった。なぎさは私にはない何かを持っているのかもしれない。だからそれをちゃんと受け入れようと思った。ソロ曲がなぎさのものになったってちゃんと。なのにあんなざまで許せない。だっても真実は伝わるんだ。時間の川に託したその光のメッセージ、受け取るものは誰だ。襲名メンバーでセンターにだって立つのに、こんなに新曲にこだわって。優子さんは新曲を絶対に研究生に渡したくないんだ。かっこ悪い、かっこ悪くてかっこいい。ランカスターに到着する前に話しておきたいことがあります。現在ランカスターは。翼さん、通信が入ってます。わかったわ、回して。ランカスター芸能管理局です。お世話になっております。申し訳ありません、当局の芸能禁止派のリークによってデスクにライブの開催を察知されました。比較的安全に着陸できるルートを今から転送します。我々も全力を尽くしますので。よろしくお願いします。翼さん、今ランカスターでは急激な芸能禁止活動が起こっているわ。芸能禁止活動？そんな。でも父さんも母さんもメールにはそんなこと。俺はお前に戻ってきてほしくない。それでも今回のライブはランカスターからの要請なの。芸能管理局にもまだ芸能推進派はいます。彼らが私たちにライブを開催したいと要請してきたのよ。以前00があの星で行った芸能解放ライブ、芸能反対派の心を動かしたあの奇跡をもう一度と。今回はお招きいただきありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。ゼロゼロのライブに我々はかけています。翼さん、うん、私たちに街の様子を見に行かせてください。あ、危険です。街にはデスゲーもいますし、ゼロゼロの皆さんには大切なライブが。ライブには間に合うようにちゃんと帰ってきます。私からもお願いします。わかったわ。その代わり臨戦態勢で行くこと。今までのランカスターとは違うのよ。気をつけなさい。はい。
眠りもくもくしてる。鉱山のある町からはゼロゼロメンバーが多く排出されるというデータがあるんです。オリンデたちはここで育ったんだね。うん。この坂もこの眺めも何も変わらないのに、なんだろう、こんなに不安な色してたっけ。ここが私たちの通ってた学校。あれ、もう使われてないみたいだね。どうして？だってこの間まで通ってたのに。ゆかか、マモル、どうしたの？マモル、その格好。これは、あら、ゆかのお友達？友達だよね。うん。ゆか。あ、なんで帰ってきたんだよ。そうだ、何よのメール、ランカスターに来るなって。それは、鈴子。こいつ鈴子のファンなの。おい、やめろ。ほら、お買い上げ誠にありがとうございます。いえ、こちらこそどういたしまして。ちょっと、あんた何それ。私はユーカファンだよ。え、こいつからユーカの話よく聞いてるからさ。私葵、よろしく。あっと、ユーカと握手しちゃった。いいだろう、マモル。ユーカなんて羨ましくねえよ。俺には鈴子さんがいるんだからな。だいたいユーカのどこがいいんだよ。まったく。これって、ねえねえ、ユーカたちの教室ってどこ？ここだよ。ぐちゃぐちゃし大変そう。これはなかなか。なんだよ、うるせえな。みんな、ゼロゼロだ。どうぞ。どうぞ。この学校は数ヶ月前に廃校になりまして。え、そんな。今はオタ・ランカスター支部が居城しているのであります。あの、何か。みかんいただいてもいいですか？いくつでもどうぞ。これ結構甘いんですよ。いただきます。なんだかな、ゼロゼロ嫌いだとか言ってたくせに。いやお前がゼロゼロに入ってちょっと調べてみたら、知れば知るほどハマっちまってさ。何それ。でもやっぱり嬉しい。ほんと、マモルは極端だからな。そんなことないよつーか、あの葵って子なんだの。ゆうか、目が怖い。鬼っていうニックネームにしようかな。そなたちょっといいですか。かなたさん、あのお会いできて光栄です。リーダーはかなたさん推しなんですよ。あおい、余計なことだって。今この星はどうなっているんですか？芸能管理局が二分化していると聞いたんですが。ええ、芸能反対派がデスの後押しにより力を得て、芸能推進派の人間が何人か投獄されました。あの、うちのパパは大丈夫なんですか？何？どうしたの？教えて。元宮のお父さんは
投獄された芸能管理局の人間の娘が0048の研究生になったことが問題になったみたいで。パパ、私のせいで。待ちな、どこ行くつもり？だってパパが。伏せろ。デスだ、ゼロゼロを守れ、応戦するぞ。早くこっち。いいえ、私たちも戦う。いいから逃げろ。でもそんなことより言うか。お前はランカスターにゼロゼロのライブを届けてくれ。この星に立ち上がる勇気を頼む。守る。わかりました。みんな敵の目をかく乱するため3班に分かれて脱出するよ。はい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。